次はあの奇襲組なんじゃい。またよりによってこんな時に我が土方ビルがめでたく完成しつつあるっていうのにも。あおかん、新選組がなくなりゃ土方ビルなんてその足しにもならしないわ。悔しかったらお前立てていいじゃん。あ、それにしてもあのさんだよね、変わった男やと聞いとったが、確かに何やつかみどころんない男やったな。七夕で三代目世襲した腰抜けのボンボン屋中で聞いておりますが、さっきは噂っちゅうもんは当てんならもうないで。せやからこうやってわざわざ東京くんだりまで出向いてきたんやないか。なっとれ。プリッティの方がその話ですか。3代目のサラリーマン姿が奇襲組にバレたらどうしますか。怖いんですよ、プリティを続けないと。僕はあっちの世界に戻れない気がするんです。総長さん、いらっしゃい。ナルトさん、来たわよ。あれが坂本のところの騒ぎです。3代目狙ったやつです。あちらの新選組総長さんから、うん、粋なことしてくれるやないか。すまんな、いただきます。どうしますか。パッといきますか。